すげえ、おお、これ大きいで、おお、これ大きい。お疲れ様です。誰もがお金をかけずに楽しめる釣りを提案する釣りのレシピ、釣りレシピです。お疲れ様です。いや今日すごいの来てました。もうめちゃめちゃすごい新製品がついにダイソーから発売されてました、やっぱりこの間の動画でもまだ隠し玉ありますよということを言ってたと思うんですけど、隠し玉まだまだ持ってました。今日は立て続けに紹介してその商品の強度チェックをしてみたいと思います。強度チェックって何やという話ですね。まず一つ目に紹介するのがこれですね。てりーん、ブラクリの黄色いやつね。今まであったこの、イエローに、比べてですね、黄色タイプで、グローカラーということで、ブラクリ全体が、グローになるようになっています。このね、グローカラーの、ブラクリ2号と3号が新たに発売されてました。素晴らしい。それに加えてあの生エサくん、ヒットくんですねの新バージョンも売られていました。てれーん、アサリです。今度は小粒アサリをカワハギ、カサゴなど、カワハギにもいいですよね。いやー、これね、あの、ブラクリの誕生と一緒に出てました、日本製造のヒットくんです。ちなみに、プチプチはございませんので、これ使った後どうすればいいのか、またダイソー商品で紹介したいと思います。ダイソーもね、シーラーで止めると一発です。はい。アサリがこんな風に、1、2、3、4、5、6、7、8、8個、9個ぐらいですね、入っております。さあ、じゃあ、本題いきます。本題は、これです。でれれれれれ。影見ましたね。でれれ、てれーん。穴釣り用ミニロッド700円です。あ、ちなみにね、これは200円です。これ100円です。これ700円です。しかし、このロッドが700円というのは非常に安いのではないでしょうか。穴釣りに最適 1.83 フィート56センチとなっております。ブラクリ、や胴付き仕掛けなどをつけてですね、スピニングリールなどで、セットして使用することができます。このですね、使用については、はい、見てください。グラスロッド、はい、原産国は中国で、次数1本の重り負荷は2号から8号まで、持つということになっております。材質はロッドグラスファイバーとなっています。でこのね、ロッドが発売されたという情報は、ちらちらもう出ていたと思うんですけれども、実際これで穴釣りをした時に、どれぐらいの強度があるのかっていうのを少し調べたいと思います。でなぜなら、カサゴとかね、あの、アコウとか、この穴の中にいる魚、結構力が強いです。ですので、これがね、実際どれぐらい持つかということは、少し今からレビューします。それとこの商品なんですが、2色展開となっております。お子さんとかがね、簡単に遊べるような作りになっておるわけなんですけれども、私はこの黄色い方で、試してみたいと思います。じゃあ、ちょっと開けますね。くるーん、おお、ああ、これね、ちょっと思ってるよね、なんかしっかりしてる。ほう、見てください、ダブルフットです。元買いとダブルフットのシングル、シングル、シングルで、これちゃんとね、糸絡み防止のやつついてますね。ほら、
元はダブルフットです。すごいないですか、これ700円ですよ。でリールをつけるところはちなみにこういう形ですね。はい、で、はい、こういう感じですね。ちなみにリールはね、今日はこのセドナの2500番を合わせるという、そんなもんでしょうか。セドナ2500番、こういう感じですね。こういう感じですね。こういうですね。こういう感じになってありますね。で、こっからですね。こう。ちなみに PE はね 0.85 入ってます。こうこうして一緒ですね。これ通していったとして、実際これで、はい、通りました。こういう感じですかね。差を下げた時に。これなかなかいいんじゃないですか。すごい。良さげな感じですね。ちょっとじゃあ、この例の体操、これいつものね、こういう試す時用のやつ読みましょうか。おーい、お試しくん来なさい。はい、おい、はい、体操のジグロック40グラムくんですね。これね、リーガンはね、多分12ポンドやってると思います。12ポンドの、フローカーボンをリーダーとして、つけてあります。ちょっと簡単にね、任せてもらって。はい。ちょっと引っ張ってみますね。こういう感じですね。ちなみに、素で、単純に、これをぶら下げただけの、こういう感じですね。なるほど。これあれですね。こういう感じなんですね。なるほど、なるほど。これでアシンクとかじゃできないですか、ね、なんかちょっとピョンポンみたいな。ははは。こういう感じですね。こういう感じです。竿先の動き分かります？こういうね。40g のジグでこんな感じです。ティップが柔らかくて、この元ガイドのこの黄色い部分なんかちょっと意外と強いっていう感じですね。リールはセドナです。これ全然折れる様子とかないですね。全然折れる様子ないです。実際どれぐらいのものをぶら下げられるのかちょっと試してみましょうか。それではここに 500ml のペットボトルがあります。で、つながってます。これがね、持ち上がるかどうかですね。これぐらいの力ありますもんね、やっぱりね、カサゴとかね。さあ、せーの、怖い怖い怖い。怖い。めっちゃ怖いっす。どんな風になってるのかな。こんな感じですね。怖い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 。怖い。あ、しかし。リールの方が、リールの方が、リールが、リールの方が、あ、でも浮いた。あ、浮いてる浮いてる浮いてる。浮いてますね。ちょっとドラグも働いてるんですけど。このぐらいやったら。いけてるようですね。なんか分かれへんけれども、500のペットボトルは持ち上がりますね。そうですね。これね、いやけどね、5002本はね、もう無理っす。怖いです、もう。折れそう。だから、寝魚とか釣れたら、こんな感じだってピピピ。こういう感じだって結構面白いじゃないですか。柔らかいんだよ、ね、こ
こういう感じになるんじゃないですか。こういうね、こういう多分感じになる。で、こうなっても、ちゃんと竿は、一応、何ですか、男性を保ってますね、ちゃんとね。はい。腰が伸びたりとか、してないです。ビビビ、ビビ。おぉ、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 すげえ、おぉ、おぉ、コロッキーで、おぉ、コロッキー、おぉ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 、っていうね、そういう、感じのね、で、使えるんじゃないですか？ああ、なるほどね。こういう感じです。はい。で、竿自体はね、今500も持ち上げたからといって、即座に壊れたりとか、ひびが入ったり、引き星が割れたりとかはしていませんね。確かにね、ちょっと切りますね。ダイソー星座。切りまして、確かにね、ここのね、巻きとかは、若干薄いですね。巻きと液干しの固めが、うん。これだってほら、ちょっと薄いかな。もうちょっと巻いてほし、巻いた方がいいかな。元がいだわりがしっかりしてますね。まさに穴釣り専用っていう感じですね。子供とかがブロックとかの隙間に潜んでるやつにちょっとこうチュン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 みたいな感じでやるのでも使えるかもしれないですね。その他ね、指示棒、ここは注意してくださいねみたいな感じの使い方もできますね。なかなか何でしょう、不思議な商品ですね。ペットボトル、500ペットボトルね、2本はね、ちょっと怖いです、もう正直言って。1本ぐらいかな。1本やね、いいとこが。はい。ということで、まあ、ただでもね、ダイソーね、こんなすごい商品出してきましたね。はい。竿ですからね、言ってもこれね、700円。で、多分、僕ね、ダイソーまだね、なんか隠してると思います。とっておきのね、新商品をまだ隠し持っているのではないでしょうか。はい。それでは今日は、常温用のこの生エサとブラクリ、そして、ロットですね、穴釣り用の、ミニロットの、紹介でした。それでは皆さん、さよなら。また、釣れたら、報告したいと思います。ではお疲れ様です。